自分の理想はね、ね、はい、やっぱトップってものは、うん、はい、あの決めることと責任取ること、はい、っていうふうにやっぱりもう社長になってね、いろいろありました、いろいろあって社長の仕事ってなんだろうなと本当に思わされるね、いろんな出来事があり、そこでやっぱり自分が周りに期待されてるのは決めることとね、責任を取ること、そうするとね、あのバンと ね, ね、あの自分がそういう行動をする、責任を取るような行動にすることがやっぱり自分の役割だと思うし、ね、社長っていうのは後ろに控えてて、ね、いろんなことやればいいんだという人もいますけど、はい、まあ、自分はやっぱりそれと違うし、逆にねそうやってバーンと行くようなことを自分もかっこいいと思ってます。だから人が結局ついてくるんですよね、うん、僕らも、うん、まあ、リーダーと言われる人たちが、うん、まあ、言うけどできない人たちっていっぱいいるんですよね、うんうん、で下にいる者たちっていうのはそれを見てるじゃないですか、うん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 、でも言ってるけどできてない人についていきたくないですもんね、うんうんうん、だからその、まあ、リーダーになれる人って本当に限られた人たちなんだなって、うん、今で言う、まあ、野球界で言うと、うん、もう監督で引っ張ってチームを引っ張っていける人って30球団ありますけど、うん、数えるほどしかいないんですよ、うん、まあ、それで選手の中でもそうですけど、リーダーがいて、うん、まとまっていくっていうのは理想なんですけど、うん、実はそれができるチームってほとんどないんですよ、うん、だから野球界の中では強いリーダーが いれば理想ですけど、うん、でも自分たちで考えてリーダーを必要としていないチームになることの方が手っ取り早いというか、なんか強いチームになりそうな気がするんですよね、リーダーを必要としないチームですよね、はい、僕もね、はい、だから空気のような存在ですよね、はい、ね、あのいるかいないか分かんない、はい、僕はねどっちかというと私もそれを求めてるんですよ、ね、そのあんまりね、それとその自動車業界の場合一人でできるわけじゃないですし、はいはい、あの多くの人が本当に心合わせ力合わせね、はい、1台の車っていうのを作ってる、うん、で それを売ってアフターサービスする、はいはい、でそうなるとねやっぱりね、だから危機の時は出てきますけどね、うん、あの平時の時というかね、うん、そういう時は本当の私の理想は空気みたいなね、うん、いなくなると困るけど、はい、あのいても別に何とも思わないというようなのがある面理想ですね、うん、それをなんとなく世の中のリーダー論ってね、うん、何でも知ってんだとかね、はい、あの何でも自分が指示をしてんだとか、うん、そういうのとはちょっと違うだろうなと、うん、そうやってなんか簡単に言いがちですよね、言いがちですよね、強いリーダー、うんうん、まあ、そのまあ分かりやすく引っ張っていくっていうのは、うん、実はそんなに効力を発揮しないっていう、そうそう、チームワークはあるけれども考えた時に、うん、だけど野球はねそうは言っても個々のね、個々のそれが、そうなんです、それで結果チームワークになるんであって、そうなんですよ、でもそれを分かってない人たちばっかなんですよ、うん、実は、うん、特に今の時代って、うん、まあ、分かりやすく言えば俺は自分のためにやってんだって言うと、うんうんうん、それはチームの輪を乱してるとかってなりがちなんですけど、でも実はそういうやつが集まって目指してるところが一点同じであれば何の問題もないというか、それが一番強いと思うんですね。だから目指してるところが違うとややこしくなりますけど、最終到達地点が同じならそれでいいと思うんですよね。で特にプロ野球なんてそこら中の一番うまいやつが集まって来てるんだから、特に野球の場合、エゴの塊なんですよ、それがチームのためにチームのためにって言ってるのがもう気持ち悪くて、だから自分のために俺はやる、でも目指すところはみんなと一緒なんだっていうチームがなかなかないんですよね。それこそまあ怖いんですよね、それを表現することが、みんなのためにってやってるのが安全っていうのか、全然違う気がして、アメリカでもそうなんですよ、すごく不思議なんですけど、だからなんかチームと、まあ、リーダーとか、うん、そういうことってここ、ね、よくもう毎年考えさせられることなんですよ ね、うん、いや本当そう。先ほどねリーダーの話ありましたけどね、はい、リーダーが野球の場合ね
監督なのかね、はいはい、それともそのね、はい、20歳以上違うね、はい、年の人とあの同じプレーしてますでしょ、はい、そういう時になんかその、あの、チームメイトの中での、はい、なんかリーダー的な、はい、あの役割を感じてるところってあります？僕は本来は、うん、まあ、もちろん言語の問題もありますし、うんうん、まあ、文化の問題もありますし、うんうん、同じアメリカ人であれば、うん、おそらくそうなると思います、うんうん、ただ今やってる子たち、一緒にやってる子たちっていうのも、うん、20歳ぐらい違う人もいたり、うん、まあ、15歳違うとか、うん、まあ、その辺の人が多いんですよね、うん、そうすると、うん、これ日本人同士であっても、うん、なかなかそれができないんじゃないかなっていう、うんうん、ただ変な、うん、足を引っ張ろうとかってする、うんうん、力が全く今ないんですよね。だからすごく気持ちがいいんですよ。それは年の問題なのか、はい、もうレジェンドに近いようなね、一気に、まあ、確かにやってきた、それもあるんでしょうね、実績があるから、実績、その数字が僕をその守ってくれているところは確かにあると思います、うんうんうん、でも世代もあると思います。あ、世代もね、はい、へ、じゃあもう純粋になんか吸収したいと、そういう風な感じも見受けられます ね、 それは今までなかなかなかったことなので、で逆に若い選手から学ぶこともあるんですか？あんまりないですけど、あんまりないあんまりないですけど、これだけ純粋に野球に打ち込めたらなっていうのはあります。あ、そういうところは。ただ彼らはそれを持っているということは、うんうん、まだプロになりきれていないっていうことでもあると思うんですよね。勉強になるね。本当に野球が楽しい、うんうん、子供の時みたいに楽しくやりたかったら、うん、プロにはなっていけないと思うんですよ。プロになって、いや俺は子供みたいに楽しいぜって言ってるやつは大したことないですと思います。やっぱり失敗と向き合うことができる、まあ、必然的にも向き合うことになるんでしょうけど、長い間でやっていけばいくほど、だから段階があると思うんですよね。でも今の世代の人たちっていうのは情報がたくさんありすぎて、うんうんうん、頭で覚える人はいっぱいいるんですよ、うんうん、だからこういう時は、まあ、気持ちをこういうふうに持っていくとか、うんうん、それは体験的に彼らは知っているわけではないので、うん、頭で理解している弱さみたいなのはあるんですよね、うん、だから何を言うかがすごく大事だっていう感じに見受けられる、うんうん、あ、なるほど。何を言うかではなくて、本来はやっぱ誰が言うかですから、うんうんうん、その重みって同じことを言っても、じゃあ10年実績を残した人とルーキーの子が同じことを言っても意味って全然違いますよね。だから時間が大事だし、実績が大事だっていうことが言えると思うんですよね。いや、そうですよね。いや、誰が言うかっていうのはね、本当にあるんですよね、うん、あの例えばね、その自分のことになっちゃいますけど、あの私が何を言ってても、はい、私が言ってるから素直に聞いてくれるっていう場合もあります、はいはい、うん、例えばあのこれもね、あの校長会の時ですけどね、はい、私が謝罪をするとね、はい、現在過去未来をまとめて謝罪してるように聞いていただけるんですよ、うんうん、そこはね、ものすごくその、うん、ある面強みっていうかね、はいはい、だったろうなと思うし、私がある面謝罪をすると、仕入れ先さんと販売店と、はい、トヨタ自動車を代表して謝ってるように、うんうん、だからトヨタ自動車だけの謝罪でしょというふうには聞こえないようなね、はい、なるほど。だからこれはやっぱり誰がと、だからそれをなんか作っていくのが生きていく意味っていうか、そんな気がするんですよね。だから勉強して何を言うかというよりも、もう狭い世界でもいいから、うん、なんか自分の中から何かこう湧き出てくるような、うん、何かが生み出されるような生き方ができたらなっていうのがなんか基盤にあるような気がしますね。